桜の木の木下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよなぜって桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか俺はあの美しさが信じられないのでこの23日不安だったしかし今やっとわかる時が来た桜の木の下には死体が埋まっているこれは信じていいことだ